スグレモン自動車用品の船です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、フロントグリルとバンパーを PP メイトで艶消し黒にします。劣化して白くなった黒い樹脂パーツにスプレーするだけで補修復元できる PP メイトです。耐久性は約2年、長持ちします。すぐに乾いて垂れにくいので失敗の少ないスプレー塗料です。下塗りのプライマーは不要です。左右フロントバンパーエクステンションとバンパーカバーの黒い部分も PP メイトで塗ります。各パーツを外していきます。トヨタのエンブレムは両面テープで貼り付けてありますので剥がします。洗剤で洗って汚れ落としと脱脂をします。乾きましたので塗ります。塗装場所の気温は約35度、湿度は約 37% です。よく振ります。10分間乾かしました。2回目塗ります。10分間乾かしました。3回目塗ります。フロントグリルの塗装は終わりました。はい、次はですね、フロントバンパーエクステンション左側です。フロントグリルと同じ工程で3回塗ります。
向かって右を3回塗りしています。左側は塗装していません。右のバンパーエクステンションも同じ工程で3回塗ります。バンパーカバーの黒い部分も同じ工程で3回塗ります。フロントグリルとバンパーカバーの黒い部分、左右のバンパーエクステンション、各3回塗りして、ちょうどスプレー1本使い切りました。はい、完成です。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。